注目の2番人気5番ハルー。日本中のファンの悲願を今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切り、そしてその外から行ったのは7番宇宙ついて6番ベニスター。ここにいた外でハルーララ、日本の期待を背負った一人です。ライバルたちの出方を伺っているようですね。13番並んできた外で18番、残り 1000m を通過。任せて、コーナーを進んで直線へ向かう。ベニュースパークまだ抑えたままだ。内で様子を伺う。さあ外から先頭を伺うのは19番、じりじり詰める19番。ここで動くか、まだ控えるか。各馬娘フォルスストレートに入っていきます。19番、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。ハルーララ前を狙っているぞ。さあ最後の直線コースに入った。並んでくるハルーララ、内から仕掛けたのはハルーララ。世界の壁は崩せるか。板垣に通じる最後の道、残り400。13番、食らいついてゆくハルーララ。先頭はハルーララ、これは強い。最高の栄誉まで残り200。大天文鳥は目の前だ。先頭は変わらずハルーララ、ハルーララ、足の音へハルーララ。一着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのはハルーララ。前哨戦に続き見事なレースで日本の悲願である凱旋門賞を制しました。2着13番、3着ベニュースパーク。勝ったらお船で勝つんだよね。勝利の花丸だ。18番ハルーララ、4番人気です。出走だ。異業となる連ファイボー。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。17番外を回ってハルーララ、日本の期待を背負った一人です。ライバルたちの出方を伺っているようですね。少し後ろから11番ベニスパーク、続いている後ろ7番、そしてそのうち8番、さらに内10番、さらにシリウスシンフォリー。第4コーナーカーブ、残り 1000m を通過。切り札はそれだ。気持ちよく逃げている12番、もう中まだ抑えたままだ。じりじり詰める14番。さあ外から先頭を伺うのはハルーララ。ここで抜け出した。これからフォルスストレートに入っていきます。まだゴールは遥か先にある偽りの直線。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。ハルーララ、花を進む。さあ大舞台の直線勝負、先陣を切ったのはハルーララ。モンジュ並んできた。頂に通じる最後の道、残り40。抜け出したのはハルーララ。日本の希望、我が高速も追いすがる最高の栄誉まで残り20。モンジュ譲らないか。モンジュ足色は覚えない。